はい、プロブンテJリーグサッカーチャンネルのつつんです。という今回はJリーグ移籍話恒例話の第31弾ですね、やっていこうと思います。よろしくお願いいたします。今回表題こちらですね、もう31弾ですね。で、アビスパ福岡鹿島からディフェンダー奈良達樹獲得ということでございましてですね、最近のアビスパの補強って漏れないなって感じがしますね。ブルノメンデスも SNS 経由での、お漏らしだったんですけども、ただなかなかこのアビスパ、いい意味でもね、補強急に来ますので、僕はねこういうやっぱりね、サプライズ的な移籍結構好きですけどもね。で、本間翔移籍金が2億円と言われておりますね。で、徳島との交渉難航してるんですかね。ただそこでね、今後争奪戦を制するのはどこだということでございましてですね、考えていきますね。で、Jリーグ世界の移籍金ランキングベスト5ということでございまして、本間翔移籍金2億円という、話が出ましたので、ちょっとそれに関連してお話ししていこうと思います。よろしくお願いいたします。それでですね、こちら今回は紹介しないニュースたちということでございますね。昨日はちょっと動画自体、お休みしたんですけどもね、久しぶりで、2日ぶりですけど久しぶりな感じがしますね。この紹介しないニュースたちということでですね、こちら、サガン鳥栖が育成のための、ファンドを設立ということでございまして、サガン鳥栖がですね、会社と、よその、カサガン鳥栖とは別の会社、パートナーシップじゃないですけど、そういう会社とですね、新しくですね、契約結んで、育成のための、お金を集めて、で、そこに投資をする、育成にしっかり今後も、投資をしていくということでございましてですね、サガン鳥栖は、育成クラブとして、今後やっていくっていうのもずっと、言われて、とかずっと、公言してきているんですけど、なるほど、こういう形、ファンドの設立で、金銭、お金を集めて、投資をしていく、こうという形のようでございますね。これは僕は非常にいい方法と思いますね。もちろん今ね、サガン鳥栖自体がお金がないっていうのもあるんですけれども、ただですね、良くも悪くも日本人っていうのは、やっぱり子供が大好きなんですね。子供が大好きでございまして、やっぱり子供のためにっていうと結構お金が、集まったりするんですよね。で、これは僕は結構正しい、やり方と思うんです。やっぱり日本っていうか、少子化の時代ですけれども、やっぱりこうね、若い世代に投資をしていかないと、国っていうのはやっぱ成り立っていかないで、それスポーツの世界も一緒でございまして、やっぱり若手、若いところ、若い世代にいくらお金を突っ込めるかどうかによって、今後の、この国じゃないですけどもね、サガン鳥栖は国じゃないんですけど、サガン鳥栖の未来っていうのは、変わってくると思うので、これは非常にいいのかなと思いますね。で、上月元岩田ですけども、岩田復帰かということでございまして、誰とは、まだ名前は出ていないんですけども、ジュビロ岩田がですね、外国人、ゴールキーパーの獲得に動いているということでございまして、そこには、カミンスキーっていう名前はですね、その関係者の話では上がっていなかったんですけれども、ただ新聞報道で、カミンスキーっていう名前がドカーンと、来ましたので、これはカミンスキーの獲得というか、復帰に向けて動いているということでございましょうね。で、ベガータ西村はロシア復帰希望家ということでございまして、チェスカモスクワから現在ベガータ仙台に、復帰をしている西村選手でございますけど、本人はどうやらロシアの復帰を希望しているようでございます。チャンスがあればロシアにまた戻りたい、チェスカモスクワに戻りたいという話でございます。してですね、これがただね、多分チェスカモスクワとしたら多分戦力外の現在、立場にいるのがこの西村選手ということでございましてですね、ロシアに復帰、チェスカモスクワに復帰してもどこかにおそらくまたサイレンタルっていうのが前出た報道、ロシアかなの、報道でございましたので、これがどうなるかですね。チェスカモスクワで使われないのであれば、ベガルタに残るのか、それともサイレンタルということでそこを受け入れるのかということになってきますけど、さあどうなるかということでございますね。で、そして本題いきますけれども、アビスパ、鹿島からディフェンダー奈良達樹獲得ということで来ましたね。本当ねびっくりしましたね。昨年鹿島に加入しましたけど、6試合4先発ということでございまして、世代別代表でもね、経験のあるこの奈良選手でございますけれども、本当ね、体の強さと激しいディフェンスが本当、売りの選手なんですよね。で、身長はね実はそんな高さが特別あるような身長じゃないんですよね。180センチなんですね。で、現代サッカーでの180センチっていうのは特別高いわけじゃ、ありません。どうしても今平均身長っていうのはどこのポジションでも、高くなってきていてです、日本人選手もほんと背が高くなってきたって感じが、しますけど、180センチでは高さがあるとは言えないような、時代になってきましたけれども、その身体能力を生かして身長以上にこうジャンプ力とか、そういうのが本当に高い、空中戦での勝率が高いイメージがですけど、僕は、ある選手でございますね。なんか180センチって言われて、もうちょっとあったんじゃないかなっていうぐらい、そんな気が、する選手なんです、僕の中で。
アですけどもね、だからね、そういう選手でございますけども、実は最近ですね、まあ、2年間で15試合しか出ていないんですよね。で鹿島ね、昨年は鹿島で6試合、その前は、川崎フロンターレで、まあ、9試合ということでございましてですね、実は、出場機会が減っているということでございます。間違いなくこのポテンシャルというか、まあ、能力だけ見るとどこのクラブでもやれそうな気はするんですけどもね。ただ、まあ、最初は、ね、札幌でキャリアを、始めてですね、でただその後は、川崎フロンターレに移籍して、まあ、川崎の2017-18は、17年に27試合で J1、川崎23試合、18年か、2018年は、まあ、23試合ということなんですけども、まあ直近は、さっきも言いましたけど2019年は9試合、鹿島昨年は6試合ということでございまして、鹿島を1年での、まあ、退団ということになりました。ただもちろんさっきも言いましたけど、ポテンシャルは非常に、まあ、ある選手でございますので、まあ、ここでねアビスパ福岡っていうチームで、まあどっちかっていうと、まあ、鹿島とか、川崎フロンターレに比べるとセンターバックに求められるものっていうのは、まあ、そんなに多くはない。まずは、まあ、このビルドアップ能力とかよりもまずは、ね、ディフェンスができる、しっかり、まあ、守ることができる、そういう選手が多分福岡は、欲しがっていたと思いますので、まあそういうことで考えると、まあ、役割をしっかりね、分かりやすい役割、守るっていう役割を与えれば実はね活躍できるんじゃないかと僕は、思っていますので、ここはまあ期待したいと思いますね。はい。で本間師匠の移籍は2億円って話が来てますね。で交渉難航かということでございまして、まあ、徳島の、新体制発表にまあ関する、ニュースの流れてきた、ニュースでございますけれども、現在、まあ、徳島と、アルビレックス新潟がこの本間師匠に関する、まあ、やり取りを、まあ、しているという話は、まあ、以前にもしていますし、ニュースにも、なっていたんですけれども、まあ、どうも、クラブ関係者によるとですけれども、現在新潟との交渉は継続している。で移籍金は当初の設定よりも高い2億円超えに設定、というか変更されたということで、まあ、当初より高くなっている。これがまあ一つ、交渉が難航しているということでしょうね。で、まあ、どうですかね、2億円高いと思うかどうかっていう、話になってくるんですよね。まあ、僕は別にね、もう2億円の価値はあると思うんですけども、ただ払えるクラブっていうのは結構、限られてくるかと思います。まあ、本間氏は、まあ、確かに J1 での、まあ、J1 でのプレー経験がないので、 J2 でどんなに活躍していいプレーを見せても2億円かって言われるかもしれませんけども、まあ将来のことを考えると、まあ、2億円で獲得したとしても、まあ2億円以上で、まあ、ヨーロッパのクラブに、まあ、売却できるという言い方が正しいかどうか難しいんですけども、まあ移籍させることができるということを考えると、まあ、別に本間師匠の能力で2億円ってのは、まあ、ないのかと、まあ、先行投資と考えれば全然ありなのかって感じがしますけども、うん、ただ、まあ、徳島ですけども、まあ、そんなにお金がないクラブじゃ実はないんですよね。まあメインスポンサーがメインスポンサーでございますので、まあ、前回 J1 に、昇格した時小笠原を取るとかいろんな話がありましたけども、なかなかね実は、まあ、結構ねあの選手取る、この選手を取るって言って前回の J1 昇格時は、取れなかったっていう過去が確か、あるんですよね。で、まあ親会社が本当ね、まあ、超大手と言いますか、大きなところでございますので、まあポカリスエットマネーと言いますかですね、まあ、僕は、払えるんじゃなかろうかと思います。まあ、特にそして徳島自身も、まあここまでに獲得したメインの選手っていうと、まあ、藤田ジョエルチマーが、まあ、メインになって、で他の選手は、まあ、結構、契約更新をメインにしてどんどん進めていましたので、まあ、実はそんなに、まあこうお金を今年というか、ね、使っていないんですよね。でそういうことで考えると別に2億円は捻出できるのかなって感じで思うんですけどもね。さあ、どうだという感じでございますけどもね。でただこの2億円っていう具体的な数字がまあ報道されたので、まあ今後はさらに争奪戦に拍車がかかる可能性があるかと、まあ多分まあこういうのはね、クラブ間で共有したりとか代理人の話とかで、まあ2億円とかいろんな話が、まあ各クラブはまあご存知承知としていると思うんですけども、2億円って現在2億円だよっていうのが分かったので、じゃあうち払うよってね、2億円いやうちなら払えるよみたいなクラブは、まあどこぞのマリノスのあたりが出てきてもおかしくないっていうのと、まあ現在言われているのは本当かどうかこれ分かりません。これはちょっと僕もソースがちょっと僕の中で薄い情報発信の方なのであんまり言いたくないんですけども、まあマリノスと鹿島が動いてるんじゃなかろうかっていうのはあります。ただこれは本当かわからないんで、まあそうだよっては言いはしませんけども、ただ、ただ複数クラブがまあ間違いなく動いているであろうっていう話でございますね。でまあ
徳島と交渉継続中でございます。まあ今後もしかしたらね、じゃあうちは2億5000万払うよみたいなクラブが出てきてもおかしくない気がしないでもないんですけれども、さあここはどうなるかってことでありますね。さあどこはそれ制するんでしょうかということで、まあここで、その本間市長の移籍に、関連したまあお話にはなるんですけれども、じゃあ世界日本の歴代移籍金ランキングということで、まあJリーグの日本人じゃなくてJリーグの中で動いたお金で、まあランキングをまあ調べてきました。これは2020年9月現在なので、まあデータとしてはまあ半年は言わないか、5ヶ月4ヶ月ぐらい前のデータにはなるんですけども、さあこれがどういうことかというのを見ていきましょうかね。まず日本の J リーグへの移籍、まあ国内とか海外から国内とかそういうものを含めてですね、J リーグクラブが払ったお金としてはこちら、5位ディエゴ選手ですね。懐かしい、これディエゴって懐かしいですね。東京ヴェルディとか山形で活躍したブラジル人フォワードですけども、まあ本当はね復帰の影に隠れてみたいな、復帰の後に来たのか前後かな、まあそこをちょっと何とも言えなくなってきましたけれども、ただ あの時の東京ヴェルディの外国人って非常にいい選手は揃っていました。復帰、ワシントン、そしてディエゴっていう感じでね、まあ次々に東京ヴェルディに在籍する外国人いい選手多いよねという時期でございまして、そのディエゴの移籍金が2009年1月に東京ヴェルディが京都に、この払ったお金です。だから払ったんじゃない、京都が、東京ヴェルディに払ったお金ですね、失礼しました。ディエゴが、まあ、東京ヴェルディが京都に移籍する、この東京京都への移籍の中で京都が4億5000万払って、この移籍を成立させたということでございます。この時はまあ任天堂マネーですかね。まあ2009年ですけれども、これはあれですかね、京都が J1 に昇格したのかな、ちょっとそこをちょっと調べてなかったな。 J1 昇格して残留するためにディエゴを1月に取ったっていうことなんですかね。ちょっとそこは、ちょっと調べていればよかったなって感じがまあするんですけど、そこはちょっと申し訳ないんですけれども、まあ、ただ、京都が4億5000万払ってヴェルディから、ディエゴ獲得ということで、 J リーグの実績は、まあ申し分なく本当息の長い、選手になりましたね。本当、ディエゴの名をつく選手、本当、J リーグで活躍するという感じがしますね。ディエゴとレアンドの名前がつくと活躍するって僕は、イメージですけれどもね。で4位、イルハンですね。イルハンマスでございますね。現在、スケーターをやっているのかな、4億8000万ね。これは、まあ、ベシクタシュか、神戸に移籍する際に神戸が支払ったお金でございますね。これ2004年2月ということでございます。まあだからなんかイルハンってあれです、2002年の日韓ワールドカップの時に、まあ、トルコの王子様的な、扱いで、まあ来日しているんですけども、ただ日韓ワールドカップの直後と思っていたらイルハンの加入って2年後だったんですね。2002年のワールドカップでイルハンブームね、ベッカムヘアとかベッカムブームとか、ありました。ジダンがジダンだみたいなの日清カップヌードルの CM も、ありましたけども、その時の、まあ、イルハンマンスでございますけど、まあ、日韓ワールドカップの後にすぐ来たかと思ったら2年の、まあ歳月が空いていたんですね。ちょっと意外でしたね。で3位ですけども、ここから3位と2位は結構直近でございますね。3位、清武選手ですね。セビージャからセレッソ大阪に移籍する際に、まあ、6億円セレッソが支払ったということで、これも結構まあ話題にはなりましたけど、結構払われておりますね。で2位がファブリッシュでございますね。まあ、ファブリッシュの移籍金のあの話っていうのは結構まあいろいろあって、5億円とかまあ言われてもいますので、まあ、この6億5000万が正しいかどうかちょっと分かりませんけどもですね、まあいずれにしても、まあ、5億にしても6億5000万にしても、いやポルティモネンセさん最近ちょっといろいろ噂になっていますけれども、なかなかねいい商売をされておりますなって感じがしますね。まあ、ただファブリジョンも浦和に来た当初はハットトリック決めたりとかして活躍するかなと思ったら、その後大怪我をしてしまったんで、まあなんとも言えないんですけどもね。まあ、まあ、ただ現在まだね、ポルティモネンセですかね、レンタル移籍をしておりますので、まあ、もしかしたら裏に帰ってくる可能性はまあないかな、ないな、ないと思いますけれども、ただちょっとこの移籍僕は高かったかなって感じがしますね。で1位はジョー選手ですね。11億円ということでございまして、ね、まあ、コリンチャンスから、ジョーが名古屋に加入する際に名古屋グランパスが支払ったのが11億円ということでございますね。まあ1年目かな、夏場以降大爆発したジョー選手でございますけど、それ以降はちょっとなかなか怪我に悩まされたりとか、まあ、ちょっと元からブラジルに帰りたいみたいな話もまあしてましたしね、なかなか難しかった感じがしますね。11億円の価値、まあ、2位のファブリッシュのまあ約倍にはいかないですけども、ただ結構それに近い額が、払われておりますので、まあ、なかなかコストパフォーマンス的には、どうだったのかって感じがしますね。まあ、最後もちょっとね揉めたっていうか、ちょっとね、まあ
クラブ間でちょっと裁判沙汰みたいに、なったりもしていましたので、そこはちょっとね、難しいと言いますかね、悲しいお別れだったのかという感じがしますね。まあ、ただこれだけのお金がやっぱり動いたということでございまして、名古屋は今後ねどういう補強に動いてくるか、まあもうジョーみたいな選手を取らないよっていうのはちょっとそれはそれ寂しいので、なんかねやっぱ動いてほしいなって感じが J リーグファンとしては思うわけでございますけども、さあどうですかね。で最後、じゃあワールドスターの接近ということでございます。こちらですね、まあ下から見ていくと4位タイでコウチーノ、グリーズマンの150億円で、3位がジョアン・フェリックスですね、アトレティコマドリードの、まあ、アトレティコマドリーの、ジョアン・フェリックスでございますけど158億円で、ムバッペ181億円で、ネイマール278億円ということでございましてですね、いやすごい額動いてますねこれは。はい、まあコウチーニョ、グリーズマンでファブリッシオが100人買えるのかな、それぐらいの額でございます。99人から100人ぐらいまで大体買えるような計算にはなりますけども、いやどうなんですかね。まあなんだろう、日本はちょっと分かりませんけども、海外の移籍金っていうのは、例えばまあ昔、レアルマドリーから、ユベントスにロナウド、クリスチアーノ・ロナウドが、移籍した時は、まあ、ユベントスはもうこのクリスチアーノ・ロナウドの移籍金は、多分半日とか数日で、1週間半日移籍か、1週間ぐらいで、まあ回収したということでございます。その移籍金はね、その回収した、ね、移籍金100何億円とか回収した内訳でいうのは、まあクリスチアーノ・ロナウドの、まあ、ユベントスのユニフォームで、まあ、回収したということでございます。要は、まあグッズとかユニフォームの販売で海外のこのスター選手っていうのは元が取れてしまうんですよね。だから、まあ、J リーグももっと物販的なもので、こうね、まあ、取り返せば移籍金っていうのは、まあいいのかって感じがしますけども、なかなかそこにね、まあ、J リーグの場合特に移籍金の、まあ、発表という中発表が、まあ、ほぼほぼないんで、 J リーグの場合何とも言えないんですよね。この国内 J リーグから J リーグの移籍っていうのは、なかなか発表されない。僕は日本も言うべきと思うんですけどもね、これ移籍金ってなんで日本は言わないのかちょっとよく分かんないんですけども、ただなんで言わないんだろう。まあそれもね、僕は一つの、まあなんかな、これもサッカーは楽しみと思うんですけどね、移籍金もねって思うんですけどもね、とやっぱ海外すげえなって感じがしましたね。でまあ余談なんですけど、僕が本当サッカーを見始めた頃って、まあやっぱカカとかクリスチアーノ・ロナウドは、まあミランからレアルに行ったりとか、マンチェスターからユナイテッドの方から、レアルに移籍したとか、あの時の移籍金がこう最高で88億とか90億円とかだったんですよね。だから15年ぐらい前から僕がサッカー見始めて、でロナウドとか、まあ、あのクリスチアーノの方のロナウドとかカカが移籍した時っていうのが、やっぱ90億円の100億いくかいかないかっていうのが、まあ当時最高でございました。本当そう考えると、まあこの15年ぐらいで移籍金のこのマーケットっていうのは、非常に移籍マーケットは結構高騰しているなって感じがしますね。まあ、その後ポグバが120億円ぐらい確かね、ユナイテッドに、ユベントスから移籍したと思うんですけれども、それぐらい本当ね、移籍金のこの移籍の収入って本当爆上がりしています。これがいいことかどうか、まあね、わかんないんですけども、ただやっぱりさっきも言いましたけど、まあ、いろんな方法でユニフォームの売り上げとかで回収することが海外できるので、まあこれだけ突っ込めるのかと思いますけども、さ、いつか日本人もですね、これぐらいの額で売れる選手が出てくれりゃいいなって感じが、しておりますけども、さ、それが何十年後になるかって感じでございますけどもね。はい、まあということで今回、移籍のお話をしてきました。まあ、最後はちょっとお金にまつわるちょっと下水お話になってしまったかもしれませんけども、まあここに出てくる推定、移籍金で、まあ、推定の額でございますので、そこはご了承くださいということで、以上パラブンでジェリックサッカーチャンネルのつつでしょう方、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。